このままじゃ指が挟まっちゃう。うわーって人参が。あ、でも今後のためにママが準備をしてくれてそう。この猫のアイテムを使えばドアが閉じないから安全。綺麗なマニキュアだ。あー、この子にティッシュを取ってあげて。お、このファッションマガジン、こんなおまけがついてるの？髪の毛にだって宝石をつけたいよね。わお。ほら、これでファッションリーダーだ。クマちゃんもお揃い。パパも可愛くなれちゃう。起きたら驚くだろうな。あと、撮影しちゃいけない場面だったかな。なあ、ニモ？ここにいたのか。みんな探してたんだぞ。不機嫌そうだな。そりゃ水から出たら無理もないか。これでよし。てか、なんで魚のいない水槽が用意してあった？おっと、歯磨きした後にジュースを飲もうとしてる上にこぼした。でも大丈夫、アヒルちゃんサーバーが何とかしてくれる。まずジュースを補充、最初にやっときゃよかったね。そしたら回して固定、逆さに戻すと子供サイズのサーバーができた。いろんな飲み物で使えるよ。ほら、この量ならシリアルに足りる。ああ、そうだ、動画の終わりのおまけも見逃さないでね。ねえ、その手洗えば。石鹸があんなところまで飛んでいっちゃった。ああ、便器の中に手は入れたくないよね。今回も可愛いキャラが助けてくれそう。この可愛さは罪だよね。ちょっと出して手を洗ってみよう。次は遊ぼうか。恐竜同士で戦わせる。お風呂を楽しもう。おっと、ベビーシャンプーじゃなかった？でも大丈夫、パパが何とかしてくれる。シャンプーが垂れてこない、洗っても平気。雨に歌えばを歌いたくなる。で、買いだめしておいた方がいいかも。ゴミ箱があればきっと片付けが省けるよ。なあ、ほら、この小さいのは何？うわー、小さなシェルカーみたいだ。でもこれブレイクダンスが踊れる。重なることもね。そしてもちろん回転も。しかもたくさん回る。そして特別な指輪までついてる。これは新しいスリッパが必要だね。泣かないで。ああ、今日は運が悪い。また豚のおもちゃ？豚が大好きなんだね。二つ持ってるからスリッパにするのにちょうどいいね。よし、豚をくすぐっちゃえ。わあ、可愛らしいサボテンの家族。でも見かけに騙されると大変なことに。大丈夫、このポンプを使えば簡単に抜けるから。
なあ、ワンちゃんだ。家を欲しそうだね。あんなに可愛いのにダメなの？こういう時は臨機応変、家に連れてこよう。ワンちゃんを快適にしてあげるには何が必要？この発泡スチロールマットでお家を作ろう。きっと気に入る。嫌だとは言わせない。ああ、ワンちゃんがね。午後の過ごし方としては最高。アイスキャンディーと楽しい動画。でもアイスキャンディーってすぐ溶けちゃうよね。でもさ、アイスキャンディーって作るのも簡単なんだ。必要なのはジュースだけ。でもジュースだけじゃつまらない。ミミズグミを入れてみよう。氷に入れるか冷凍庫に入れるか。さーて、お味はどうでしょう。食べたり飲んだりできるわけだ。溶け始めても大丈夫だね。なあ、食べかけは食べきろう。みんなの分がなんか膨らんでるみたいだよ。一体何をしようとしてるんだろう。おや、誰かと思えばキュウリがいい味してる。お風呂に入るときは必ず鍵をかけよう。無料のお風呂用おもちゃをくれた人はまるでまだ会ったことない友人のようだ。他に何がある？かわいいフラミンゴだ。お菓子をあげよう。あれ、その様子だとごちそうがこのフラミンゴには合わなかったみたい。エビはある？今度は何を探してる？リンゴは美味しいけどやっぱりお菓子だね。このエクステンダーが助けてくれる。よじ登るよりは安全。獲物をゲット。チョコレートだー、っていうかチョコレートの雨。お菓子はありすぎて困ることがないね。元気を出して。最後にすっごい顔面パックのガジェットを紹介するから。あ、ストローがいっぱい。でも何やってるんだろう。シャボン液をつけてドライヤーで吹きつけてみよう。これだったらシャボン玉をいっぱい作れる。このコーラ水飴なの？強力な歯磨き粉を使わなきゃ。歯が汚いとみっともないわよ。ちゃんと磨いて。可愛かったら使いたくなるよね。マウスウォッシュでも同じことができればいいんだけど。すっごい、自動的に磨いてくれるんだ。それとも首を振ってるだけ？歯磨きしたのにまた食べてるの？懲りないね。トイレに連れて行こう。この人たちなんでドアに鍵をかけないんだ。この鳥専用のトイレがあってよかった。透明でさえなければなおよかったけど。
この巨大なブロックがどうしても必要だった時期があったんだろうね。でもお風呂で虹パワーが使えるならもう必要ないよね。ほら虹だ。これは洋梨。確かにもう少しオレンジや青があってもいいかもしれないけど、どちらにしても虹だ。ただ本物の虹のようにあまり長持ち